えば病によってはそのまま死に至ってしまう病気もあるわけじゃないですか。だからしっかり薬飲み切らなかったら、まあ、僕が肺結核とかもやってますけれども、はい、仮にしっかり薬飲んでなくてそこで耐性ができてしまったら、ね、薬飲んでも効かなくなるわけですよね。もともと結核って、まあ、死の病で昔は薬がなくてなったら死んでしまうという病気だった。で今は薬ができて、はい、飲めば治りますけど意外と長い期間飲まなきゃいけないんで、たまに抜けてしまうという患者さんもやっぱりいるみたいなんですね。でもそれで本当効かなくなったら、ね、死んでしまうっていうことにつながりますから、僕は患者さん、はい、はい、分かりました。そして篠田真理子さんはジョイさんの役をお願いできますでしょうか。ジョイジョイになっちゃいますね。ややこしいな、はい、ジョイとジョイ、ジョイ女の医者ですね、篠田さんが、ジョイとジョイですね、はい、そうです、はい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 、はい、じゃあ次の患者さんどうぞ。はい、失礼します。お名前は？あ、ジョイです。ジョイ？あ、ジョイです。ジョイは あなたですよね。ジョイさん、はい、ジョイさん、ジョイです。あ、ジョイさんなんですね、はい、本名ジョゼフ・グリーンウッド、はい、意外とみんな知らないですけど、はい、もう一回お願いします。あ、ジョゼフ・グリーンウッドです。ジョゼフさん、ジョゼフさんです。今日はどうなさいました？いや、なんか今日ですね、ドキドキしちゃって、はい、やっぱこんな綺麗な、まあ、お医者さん初めてなんで、うん、それは、はい、動機ですね。いや、まあ、動機というか、まあ、うん、まあ、ドキドキしててなんか胸が熱くなってキュンってしてるんですよ今。熱くなる、熱くなる、キュン。じゃあお熱はありますか？あ、熱は今ね38度1分、うんうん、で恋の熱が48度9分、うん、ありますね。他に症状はありますか？あ、他はスルーなんですね。で抗生物質を出してもらえないですかね。抗生物質で早く治したいんで1回の量ちょっと多めにもらいたいんですよ。普通より多めにもらって、うん、で治りが悪かったら困るんで何日分かちょっと長めに出してもらえたらなと。わかりました。カット。はい、何ですか？まあ、いわゆるこう風邪というものの原因のほとんどはウイルスなんですね、うん、で抗生物質とか抗菌薬っていうものはあのばい菌、細菌に対するお薬なのでウイルスには全く効果がないんですね。その後、はい、お願いいたします。はい、はい、ジョイさんこんにちは。こんにちは先生。2回目ですよね。あ、そうですね。覚えてますちゃんと。覚えてますよ。あ、よかったです、よかったです。もう僕も先生のね、マリコ先生のことあれから忘れられなくて、もう毎晩夢にも出てくるんですよ、うん、はい。そうですか。そうですか、うん、あ、そうですね、あの、うん、まあ、いきなり、まあ、こんなことを僕が言ったらちょっとね、ちょっとイカれた患者かなと思われるかもしれないですけども、うん、付き合ってもらえません？うん、ごめんなさい。今日はどうなさいました？いや付き合いたくて来たんです。ダメですか？すいません、ちょっとごめんなさい。今日はどうなさいました？いや、もうすぐ次の展開行こうとする。振られてる。いや、あのね、マリコ先生が処方してくれた薬あったじゃないですか前回、はい、あれすごく良かったんですよ、はい、しっかり言われた通り3回飲んだら完璧だったんです。で仕事もうまくいって、うん、でその後なんなら元気になりすぎてサッカーも、うん、僕サッカー大好きなんでサッカーもしちゃったんですね、うん、はい。でもサッカー僕オーバーヘッドキックとかも決めちゃってかっこいいですよ。こんな感じでどうですか先生、うん、かっこよくないですか？いい感じですね。いい感じ。ありがとうございました。いい、ね、付き合いたいでしょ、ね、大丈夫です。かっこいいゴール決めちゃって。あ、もう今日は本田圭佑みたいな、はい、もうじゃあ今日元気になったことですね。あ、まあまあ、元気なんですけど、ただ、うん、あのサッカーの後ですねちょっと熱っぽくなっちゃって体の節々が痛いんですよ今、うん、あらら、まあ、残ってるんですよ薬が。まだ先生に出してもらった、うんうん、あれは何かあった時のために大事に今しまってあります僕。あ、はい、またいつかの一番の間違いはあのジョイさんがこうお薬2日間飲んで、でもう良くなったんでそこでやめて、で残りがあるのでそれはまたいつかのために取っときますみたいな話が出てましたよね、はい、そうですね。ここがあの一番の間違いで、あら、あのやっぱりこう病気ごとによってあの必要な治療の期間っていうのは大体決まってるんですね。でそれをこう短めにやめてしまうとあの一旦治りかけたところがまたこうぶり返してしまって、うん、もう一度治療が必要になるようなこともありますし、あとはあの最初に話したようなその薬剤耐性の観点からもですね、うん、こう中途半端な治療をしてやめた時点であのまたこうそういう耐性を持った菌が増えてくるというようなことが起こりえますので、あのちゃんとこう指導されたあの処方された期間はしっかり飲み切っていただくということが非常に大事かと思います。薬っていうのは、まあ、自分の体をやはり良くするため守るためのものだったりしますけど、意外とみんなどこかでその薬との向き合い方が適当になってしまっていると思うんですね。自分も過去はそうでしたので、なので、こう薬剤耐性っていうものを知ることによってしっかり自分の体を守ること、薬を飲むことと向き合ってほしいですし、まあ、今日少しでも、知ってもらえた情報をもっとたくさんの人に伝えていってもらえたらなと。まずは家族からでもいいですし友達にでもいいですし、
で伝えていくことによって、ね、一人でも、ね、多くの人が救われていけばいいなというふうに思います。薬剤耐性という言葉は一見聞き慣れないというか、まあ、難しいなと思うんですけども、やっぱりこういただいた薬を最後まで飲み切るっていうことがすごく重要ですし、それをしなかった時にすごい怖い病気に、まあ、お薬が効かなくなるっていうことはすごく怖いですし、やっぱそれを避けるためにも、皆さん一人一人が用法用量を守って、正しくお薬を飲むということがすごく重要だなって私も思いましたし、皆さん、今日のね、この会を通じて、いろんな方に広めていただけたらなと思っております。